これからしたらなんかお笑い芸人があれじゃないですか、なんかバカにしてめっちゃ怒ってたじゃないですか。これはなんか自分が本当めちゃめちゃ好きなんですよね。でめちゃめちゃそれにかけてたんですよ人生。これはなバカにされたらそれはムカつきで。でもあれひろゆきさん言ってるけど、うん、あれは実際にはなかったんじゃないかって言ってるよ。なんかそう思ってるよ。あれですか。Thank you。なかったっていう。いやだからそんな芸人はいなかったっていう話。だからヒカルさんってやっぱこう怒ることでこう炎上すると再生回数伸びるんですよ。で怒りたいと思いがあったと思う。今なんか知らんけど食べまくるっていうこのフードファイト系がすごい伸びるじゃん。はいはいはい。だから伸びるものを分析してる。ああなるほど。だから当てにいってるから、やっぱりその炎上する伸びるのがヒカルさんが怒った時っていうのが自分で分かってるから、だって知らじらしかったよ。やっぱりその一緒に食べてる人がさ、そういえばあの時なんかめっちゃ怒ってましたよねみたいな、怒ってたよねとかって振り方がね。そんなもう絶対台本決まってるから。あれぐらいの YouTube の人っていきなり行き当たりばったりで話はしないよ。確かにアドリブでやらないですよ。アドリブでやらない。だからこれに触れてくれよっていう話は絶対あったと。だから本当やったにしてもなかったにしても触れてくれよがあったわけ、はいはい、それで怒り出したっていう。不用意に相手がいたらヒカルさんクラスやったらさすがに傷つけるようなことあんま言えへんと思うよ。なかったと思ってるけど、ね、ゼロないんちゃうかなって思うけどね。上の YouTuber はそういうのが上手すぎる。本当に強い。だからもうエンタメ目指すのをやめようと思ったもん。